けに使える3つの動き、フロアでの動きをご紹介させていただきたいと思います。一回アップして床について開いてあげるっていう形ですね。アームスさっきのアップしてつま先このままつけたまま後ろに流す。このまま左足右足返したらつま先から順番に落ちていくイメージ。フォアワークは普段レッスンでできなくてわからないまま終わっちゃったとか苦手意識に変わっちゃうっていう人多いと思うんですけど、やり方を理解して練習すれば絶対にできるようになりますので、ぜひチャレンジしてみてください。今すぐ有料会員登録すると14日間無料、気になるダンスバレエ動画を視聴してみてください。右足流してこのままお尻上げて左手に体重乗せて次右手が来る。右手来たらこのまま右足に体重乗せて。